それだったの。こういう状態でなかったら、とびきりのスクープだったのね。え？残念だろ。なかなか文才があるのね。いよいよ戦闘開始。ついてはあんたにも力を借りたいと思って。いいわよ、何でも手伝ってあげる。何なのこれ。自伝だよ。そんなことじゃない、これよ。世間に知られてしまった娘のむつみは実は私の本当の子ではないのだ。いいんだよ、むつみももう知ってることなんだから。そんなことわざわざ書かなくたって。それに東山にも知られちまったんだからな、お前のせいで。とにかく隠しといたっていずれ世間にバレてしまうことさ。東山さんは誰にも言わないって言ってたじゃない。信用できるかよ。あいつは芸能レポーターだぜ。だからって自分からわざわざ公表しなくたっていいじゃない。俺のもの勝手に探るなよな。それは謝るけど。親しき仲にも礼儀ありだろ。私をはぐらかさないで。ねえ、お願いだから出版なんてやめてよ。活字になっちまったんだよ。いくら騒いでも遅いんだよ。もう動き出しちまったんだ。村上の自伝は忘れ去られようとしていた彼の存在を強烈に世間にアピールした。負け犬はされか。全編ワイドショー非難だね。自分のやってきたことは棚に上げまくっといて。一平の掴んでたネタってのはこれだろう。娘のむつみは実は私の本当の子ではないのだ。ええ、自分で公表してりゃ世話ないね。相当切羽詰まってきたってことですよ。こんなことならうちでスクープしてやればよかったわ。さえこちゃん、ダメだよ。これに乗っかってやつを追いかけたらそれこそやつの思うツボだぜ。とにかくワイドショー側は徹底無視で結束すべきだな。村上の自伝は瞬く間にベストセラーになった。ワイドショーは無視しようとしたが世間が黙っていなかった何か。ラストワイドに抗議に来たんだよ。ああ、ラストワイドね。あんた関係者だろ。え、俺が、俺がテレビ局の人間に見える。俺がどう見たってミュージシャン。東山一平だ。あ、ちょっ、ラストワイドのレポーターじゃないの。お前ラストワイド中止しろよ。やめろよ人権無視だぞ。入れよ。おはよう。いやー、参った参った。おはようございます。大丈夫だったかい。いや、ちょっと脅かしてやったよ。あんな連中に戯らされたら仕事になりませんよ。一平ちゃん遅いな。